くよ。わらわのいなり寿司はまだか。はよ食べんとわらわは力が出んのじゃ。ああはいはい、先にうちのもんらの朝飯作ってからな。なんちゃと、お主には血も涙も人情もないのか。こんなにか弱いわらわを無限に扱いよってからに、末代までついうっかりたたってしまうかもしれんぞ。ついうっかり末代までたたられてたまるか。食わせねえとは言ってねえんだから、ちょっと待てっつってんだよ。おいラグ、誰と話して。誰もいねえじゃねえか。てめえ何を一人芝居してんだよ。お、親父。いや、何も言ってねえぜ。空耳でも聞いたんじゃねえの。まあどちらって構うことはねえがな、一人芝居してえ時期ってのは誰にでもあるもんだよ。一人芝居してえ時期ってどんな時期だよ。ああすっげえ否定して、でも話がややこしくなるから我慢だ。でこんな朝っぱらからどうした。朝飯のオーダー変更ならもう遅いぜ。んなようでわざわざ来るもんかい。悪いがてめえに一つ頼みがあってな。なんだ、親父から頼みって。この前振りでいい目を見た覚えがねえんだけど。面倒事は勘弁してくれよ。なに、簡単なことだい。例の社におめえのいなり寿司を届けてくれねえか。あそこの神主からまた頼まれちまってな。それくらいまあ構わねえけど。つってもお玉はここにいるんだがな。まあそんなこと言っても始まらねえか。待った、学校に行く前にでも持ってくわ。おう、頼んだぜ。やったー、神主グッジョブじゃ。さあさ、今すぐ作ってわらわに捧げい。社にもきちんと置いておくのじゃぞ。わらわの三時のおやつにするでの。まったく、途端にウキウキしやがって。分かったからちょっと待ってろ。はい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 。ったく、あいつはほんといなり寿司に目がねえな。自分の作ったもんが美味しいっつって喜ばれるのは素直に嬉しいが、横暴すぎるだろ。はいよ、いなり寿司は置いといたからな。さーて、これで文句はねえだろ。学校行くか。なるほど、そういう状況だったわけね。どうしたらいいのかな。あれ、この声って、小野寺と宮本。こんな朝っぱらからなんでこんなとこに。もうルリちゃん、助けて。助けてって、小野寺何かあったのか。ほんとじれったいわね。でも以前よりは進んでるみたいでほっとしたわ。全然だよ、やっぱりちゃんと伝えたいな。シャキッとなさいよ。もうすることは一つでしょ。でもそうね、闇雲に言うのが難しいならシチュエーションから固めるのもありかもね。ちゃんと伝えるって意味ではやっぱり木の下が定番かしら。私は金の下の方が好きだけど。金？ルリちゃん、それってどういう意味？大したことじゃないから気にしないで。さっきから一体何の話をしてるんだ。小野寺が危険な目に遭ってるのかと思って焦ったけど、この状況ってよく考えたらただの盗み聞きだよな。どうしよう、話の続きは気になるが。やっぱり盗み聞きは良くないよな。学校行くか。
あとはそうね、例えばこのお社、知られざる恋愛パワースポットらしいわよ。そうらしいね。私も最近聞いたよ。私の願い事も叶うかな。願掛けでも何でもやらないよりはマシじゃない？そうだよね。うん、ルリちゃん、なんだか考えがまとまってきたよ。私やっぱりちゃんと言ってみるね。頑張って、応援してるから。ちゃんと押し倒すのよ。いいわね。お、そんなことしないよ、ルリちゃんのバカ。それくらいの勢いで行きなさいよ、まったく。それじゃ早速メール打つ。え、ここでここで。ん、誰からのメールだ？の、これは小野寺からのメール。学校の裏にある伝統の木の下で待ってます。伝統の木？うちの学校にそんなところあったっけ？ほう、お主、伝統の木に呼び出されたか。なんだお前、知ってんのか？俺たちの通うぼんやり高校、この学校には一つの恋の伝説がある。なあお前、何急に芝居がかってんの？校庭の外れにある大きな古木、その名も伝統の木。その木の下で女の子からの告白で結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれる。健全な男子なら誰もが憧れる伝説だぜ。そんな木があったのか、全然知らなかったぜ。ほほほ、なんだね、つまりは楽君、お主、そういうことかね。え、あ、いや、それはまた改めて言うわ。そうだな、ま、うまくいくように祈ってるぜ。ああ、あ、しかし、すっげー緊張してきた。小野寺から告白スポットに来てくれなんてメール、これってもしかして、もしかしなくても。ああ、いや、落ち着け、一条楽、浮き足だって失敗したら目も当てられねえ。冷静になるんだ。例えば振り返ったらビーハイブがいるとか。いたー、今のクロードだよな。いつもなら校舎の中まで入ってくることなんてねえのに何してんだ。間違いねえ、あいつ明らかに俺を尾行してやがる。とにかくあいつを振り切って小野寺のとこまでなんとかたどり着かねえと。もしもし、一条くん。宮本、どうしたんだ急に。あなたが困っていそうだと思ってわざわざ連絡してあげたのよ。え、どういうことだ。家庭科室を通っていきなさい。それから体育館経由で校庭に出るといいわ。そのルートが一番今人が手薄なはずよ。宮本、お前。さあ行きなさい、人を待たせてるんでしょ。ああ、分かった。サンキューラミヤムト。必ず成功させるのよ。
よし、なんとか着いた。クロードも巻いたようだな。あ、あれは。一条くん、ごめんなさい、呼び出したりなんかして。え、いや、全然大丈夫だぜ。こっちこそ待たせて悪かった。大丈夫じゃねえ。足がなんかガクガク震えてきたぞ。ううん、全然待ってないよ。それに来てくれただけで嬉しいし。そっか。すごく嬉しいよ。もしかしたら来てもらえないかもって思った。そんなわけねえだろ。小野寺が呼んでるのに行かねえとか、そんなの絶対ねえよ。そうだね、一条くんはそういう人だよね。私、一条くんがそういう男の子だって知ってたから。やべえ、ドキドキしすぎて俺の心臓すげえ音してるんだが。やっぱ結構緊張するもんだな。これでただの世間話だったとしても落ち込まねえぞ。あのね、待ってくれ。ただの俺の早とちりかもしれねえんだけど、もし小野寺が言おうとしてることが俺の考えてる言葉と一緒だったら、俺すげえ後悔すると思うから。だから先に言わせてもらってもいいか。言うぞ。小野寺のことが。なんだ、雷だ、雷が落ちたぞ。一条くん、大丈夫？なんだこれ。チャイムに邪魔され、竜たちに邪魔され、携帯の着メロにまで邪魔されて、ようやく告白できると思ったら今度は雷の直撃だぞ。なんでこんな邪魔ばっかり。ちくしょう、俺が何したって言うんだ。坊ちゃん、それでは先に失礼させてもらいやす。の、おやすみ、リュウ。坊ちゃんはまだ眠らないんで、あまり遅くまで勉強されてはお体に触りやすぜ。大丈夫、そこそこで俺も寝るよ。そうすか、じゃおやすみなせ。よし、もう一頑張りだ。おちおち眠ってられぬわい。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。もう8時回ってますぜ。さあ急いで支度してください。はあ、分かった、今行く。おかしいな、いつ目覚まし時計止めたっけ。